ピッチャーのイエラという選手、要注意人物、これ日本戦で投げるかもしれません。見てください、これナックルボールなんです。ボールがほとんど回転してない、爪でこう押し出すように投げるんですが、すごいフォームですよ、ね、そうなんですよ。この選手が実はかと言われて、皆さん覚えてください、イエラです。もう4年連続2桁勝利、そして2年連続最多奪三振、これキューバリーグで行ってるわけですけど、身長170センチ、小柄ではあるんですけども、左ピッチャー、コントロールもいいですし、あの怖いのはナックルボール、どこに曲がるかわからない。キューバ戦はいつですか？3月7日日本との開幕戦になりますから。開幕戦ですか？なんとこのイエラを攻略していただきたいというところもあります。また詳しくお伝えしていきます。見てください、これナックルボールなんです。ボールがほとんど回転してない、爪でこう押し出すように投げるんですが、すごいフォームですよ、ね、そうなんですよ。この選手が